おはようございます。今日のお話もルイ・ヴィトンのショップに足を運び、欲しいものを見つけて自分にご褒美あげたお話の続きの3回目でしたね。それでは続きのお話を最後まで聞いていただけたら嬉しいです。まず1回目で欲しいなと思ったものを見つけて、2回目はその1週間後に電話をかけてから N さんを指名してから出かけました。こういうこともすべてカウンセラーの先生のアドバイスなんです。その目的は、先生はお店で感じのいい人がいたらまたそのお店に足を運ぶそうです。そういうことをすると気分が良くなって波動が上がるということなんですね。こちらもいいお客さんでいられるし、相手もよくって自分もよくっていいことが起きるということなんですね。そして私は2回目店員さんと出会えてすごく喜んでくれました。そしてこういう話もしてくれたんです。入社間もなくで不安だったんです。すごく嬉しかったんです。ありがとうございますと笑顔でにっこり言ってくれました。私はこの時、少し面倒なことを少し頑張ってみることにより、人に感謝されることが起きるんだと実感できました。私嬉しくなってバッグとお揃いの財布も購入したんですね。それでは今回はここまでにします。最後まで聞いていただいてありがとうございます。